はい、ピンスケで制作スペアっていきます。はい、作者ですね、メカニクスのアヘヘンです。ちょっと編成っていうか、いざ酔いの50を借りてっていう感じになっております。はい、行きましょう。マネキとカロリーバです。でもう変化タックをひたすら集めていくだけなので、それのみです言うことはありません。どうしようかな。割と初期評価低めの面とか結構いるので、でマップはまあ前回と一緒っすね。まあ、この辺のここに変化ブーストが、まあ、ランダムも含め変化ブースト集中してくれるとすごい良い。で、まあ、ここにも1個ありますよっていう感じです。はい、よいしょ。金徳はもう取りません。はい、コツをガシガシ潰していきたいんですけど、もう開く早いね。こっち変化球ポイント、まあいいでしょう。はい、精神来い。おー、うん、いいんじゃない。技術の方が入るっていうね。いやいや、まあ葵ちゃんがいっぱいタック来てほしいっていうのが、まあちょっとした願望です。葵ちゃん入ってくれるかくれないかでだいぶ違うので、このポイントはね、早めに開けちゃいましょう。こっちは、おお、ナイス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 、オッケー、これが大事。そしてまあ、3人いるからここだろうな。はい、ありがとう。うん、ここのデッキのポイントはやっぱ本当変化タックが何枚来るかっていうのももちろんなんですけど、このランダムがどんだけなんていうの、ブーストに来てくれるかっていうのが結構重要だったりする。ここ3人だから行っちゃいたいな。よし、この一発がいい方に影響してくれるといいんだけど、はい、ありがとう。投げてみたい。おっしゃい、捕獲きた、ありがとう。どうしよう、置かないもん。で、まあ強いの作るとかじゃないので、開けれるときに開けてしまいましょう。はい、カフェなんだ、効かない。はいはい、うーん、どこかな。ここでもいいけどね、体力温存して次行く。はい、ありがとう。よし、評価上がんな、めっちゃ嬉しい。普通にどっちだ、こっちかな。はい、ショーツ臨床稼げるので、このデッキは
装釘も問題なく取れるという感じですね。精神取る。こっち進めたいんですよね。はい、精神評価がいってからがマジで勝負なので頼むよ。2人、うん、まあ、変化練習してないしね、行っとこう。怖い怖い。そろそろもう変評価はいっててほしいんだけど、まだか、まだか。休む？休むか。ああ、そのタイミング。まあ、しょうがない。一人なのであれば、どっちかだな。意外は行きます。はい、どうしよう。で、野球マン行くか。ここ怖い。頼む。1個。あー、OK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 。これで1、2、3、4、5。6個になったね。OK。6個はでかい。それであとは、3タックを6回引けば勝ちです。どうしよう。まだ行ってないのか。ただ今回こっちだな。頼むよ。どう？ 2 タック。2タックは行くけど、行くけど、ここから攻めていくか。お、開くのね。よーし。なんかこの辺変化ブースト来そうな匂いがあるから来い。ポイント、降りるのが無難なのか、自分が。葵ちゃん来てるので行きたい。ポイントめっちゃ高いよね。 OK、 じゃあ取っちゃうか。行きまーす。いってらっしゃい。これで葵ちゃん乗ったかな。フェア潰すっしょ。リリース弾落ち。探究士いけるかな。はい、そこにいるのね。ダイロ、さあ来い。ダメだ。緩急、体力を削らないでお願いします。大地をください、ください、ください。あーばっ。ですよね。そん
んな甘くないよね。やる気をなんかで回復したいな。どうなの？ここか。まあいいでしょ。やる気くれ、やる気。失敗。二人。まあいっか。やる気くれ、やる気。やる気をください。やる気くれたっけ。あ、くれた。オッケー。で、次は、あれがあるので、よし来い。あ、隣にいる。そっちじゃないよお前ら。でも取るのないんだよな、あんまり。8か。いけ。レベル上げて。危ない。これは強化上げか。難しい。30。30くれんの。じゃあ30ください。はい、そろそろ。わあ、3タックナイス。いきましょう。ってことで、はーい、アイテム使います。うん、でもまだ意外、こいつら、こいつがいればもっと違ったんだけど、まあいいでしょう。これは回復取りたいかな。あざす。さあ、ワンタック。どうしよう、どっちがいいんだろう。まだ変化レベル上げれてないからな。これでもう一回上がる？いっぱい変化練習して稼…おお、ナイス。稼がないといけないので、はいはい、ちょっともう使っちゃったけど、いきますよ。今回は葵ちゃんが絡んでるから普通に変化ポイント100ぐらい違う。押してないです、回復。
リリーフ OK。でポイントもいい感じで少ないのでしっかり勝ちたいですね。はい、いってらっしゃい。頼むよ。勝て勝て。勝てばポイントが美味しいよ。美味しいよ。美味しいよ。はい。うそー。あー、ナイス、危ねー。ありがとうございました。チームメイトの皆さんありがとうございました。評価上がったから OK。 20はでかいよね。2人か、これだけだ。で、で、葵ちゃん関連、そう、30点くれんのか。30点ください。今忘れてたわ。これはもしやゴーファー、カモンゴーファー。来ない。どうしようこれ、微妙だな。20減るとちょっときついのでデートします。ナイスカフ。これは普通のイベント。はい、そして何もない。ただ30点くれる。30点くれんなら、うーん、30点で取れるもの取ろうか。さあ、ああ、この25点くれる。じゃあ20点取ろうか。はーい。怖い変化。うー、2人。1、2、3。まあでも4つあんだよな。16点だろ。16点、これで16点で止める。オッケー。次来ないでね。まさかの失敗。危ねえ。休みます。はい、来い。あ、ダメだ、ダメだな。
まだいっぱい使えるんだよね。とりあえずデートしながら待つか。嘘。あ、ファールかぶな。いやー、マジびっくりした。嘘。行くしかないでしょこれ。何点入る？ああ、まあまあいいっすね。いい感じ。この3人絡むと強いよね。削んないでくれよ。一人なんだが、30はないときついからな。うん、デートして待つができないんだよね。ぼちぼちな感じにはなってきたな。出てきます。はい、来い。2か。こっち行くのもありか。いや、どっちがいいんだろう。普通に点数いいのはこっちなんだけど。コンブーストを使う手もある。ので、行こう。もはや？もはやじゃない。もしや？もはやってな。開けれるとこ行きたい。変化ブースト。ダメだ。使い切れてないんだけどね。おお、成功。一個足んない。頼むから来てくれ、次。これじゃない。こっちにいんのか。デート完走コースか、これは。メンタルブーストもないし、これは取っとこう。ちょっと終わらせときます。はい、戦負け怖いな。ちょっといい感じなのでしっかりやろう。まあ、いい感じではあるけども、いい感じじゃないといえばいい感じじゃないとも言える。もっと来てほしいんだよね本当は。
ゃ怖いわ。やめよう。4つ目いけたら結構強いと思うんだよな。なのでまだブーストは使い切れてないということで、忘れてた、釘付けだ。ほい、復活。全然スピード違うね。ブンブン振ってくれるじゃん。おいや、危ねえ。パワーヒ、パワーヒかこいつ。あわひ、あざす。2人だけど使いたい。3つあるからね、使おう。いきまーす。で、あとは体力との戦いだな。なんか回復来ないかな。いや、削る方。一人。おとなしく休むの方がいい気がするよね。30あるから。いや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 、1個あげれる。まあちょっとずつちょっとずつ。ど根性取れねえな。はい、行きましょう。あと3から4あげたいから、あと1000ぐらいは欲しいんだよね、ぶっちゃけ。メカニクス先制のピンチを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁の場面で赤羽。メカニクス、ここは外野フライも避けたい場面です。第4球をインコース低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。第2球打ちました。オッケー。引っ掛けた。嘘。バッターはピッチャーマグロ、投げました。初球見送ってストライク。小沢は決めてきました。調子乗ったなあいつ。これで追い込みました。危ない球。第4球は打ちました。取ってこれでスリーアウトチェンジ。メカニクス同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で風薙、ライトスタンドから大きな歓声が聞こえます。打ちました痛烈。人気があるんだね。バッターは4番友沢。メカニクス最低でも外野フライが欲しい。友沢君もあれ持ってたっけ。投げました。打った。これは強烈。誰かが持ってる。ランナー一塁三塁という場面で蘇我、最初のバッターボックス初球出てた。メカニクスさらに1点追加。さあ、ツーアウトランナー一塁三塁という場面で上ジージーです。投げました。ランナーこれはボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。打ちました。これピッチャー強襲。メカニクスリードを4点に広げます。5対1。ピッチャーのエラーが記録され初球から打ちた。初めてのヒットになりました。打ちました痛烈。
あ、ホールドはいけるぞ、これ。ワンアウトランナー二塁という場面で、やべ、今日はサードフライとフォアボール。打った。ダメか。第3球を投げた。打ちました。これはいい当たり。おっしゃー。あれ、コールドないの。しらす大展開で迎える6回です。ワンアウトランナー二塁という場面で、サバ投げた。危ない球。第3球はスローカーブ空振り。バッター追い込まれました。あれ、甲子園行ったらコールドなくなるんだった気がするんだけど。第2球低め外れてもカウントワンボールワンストライク。さあ4球目縦のスライダー空振り三振。しらす追う展開で迎える8回です。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で続き、ここまで全打点を叩き出しています。そうなん。1球外したボールカウントワンボールツーストライク。第5球危ない。スタンドに入りました。確かに投げた。インコース低め空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第2球右抜け投げずれ。インコース低め空振り。これで追い込みました。ボール。これはわずかに外れています。カウントワンボールツーストライク。第5球打ちました。オッケー。取った。二塁送球二塁アウト。なんか投げる位置トリッキーだな、さっきから。さあいよいよ最終回、この回のトップバッターはシャケ。ここまで2打席連続三振。第2球投げた。決まった。ストライク。変化球にキレがあります。まあ、シュートといったらここだよね。投げた。インコース高め。サンダーボルト外れてボール。強気で攻めてきます。カウントワンボールツーストライク。投球これから5球目。ナイトスライダー。見逃す三振。第9投げました。ストレート見送ってストライク。投げました。サンダーボルト決まってストライク。これで追い込みました。ナイスボール。空振り三振。ウオイ全くタイミングが合いません。あなた初球スライダー。牛の日のお方ですか。投げました。牛の日のお方打たれた。うなぎヒットを放ちました。バッター あなた叩きの方ですね。投げました。打った。うわー、叩きヒット。山根関係ねえよ。広げてしまいました。第9山根関係ないよ。初球はストライク。第2球投げた。山根サンダーボルト空振り。一球一球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上はエレキ。第4球を投げた。よっしゃ。イーグルスライダー空振り三振。三振。ナイスボール。はーい、さあ来い。1人かー。ブーストはあと2個で怪我のやつも使えるから、なんかうまいことやればいける気がする。いやー来ないなー。45使っちゃうともう終わりだもんね。溢れたまま行くしかないよね。溢れたまま行くしかないで、体力はもう温存決定。いやー次の2回ともダブル以上でいいから来てください。お願いします。お願いします。ダブル以上でいいからっていうか、うん、最低ダブルで5タック来たら最強なんだけど。さあ一球一瞬にかける夏が今始まろうとしています。メカニクス追加点のピンチです。ツーアウトランナー二塁三塁の場面で低めの変化球をカウントワンボールワンストライク。第4球をストライク。打てということかな。メカニクス追加点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で郊外。今日早くも2回目のバッターボックス。インロー際どい球ボール。カウントワンボールツーストライク。第5球見逃し三振。バッターは2番カンネ。今日2度目のバッターボックス。変化球ストライクアウトローへ。ボール膝元外れます。カウントワンボールワンストライク。打った三遊間の当たりアウト。強メカニクス追加点のピンチです。
ワンアウトランナー一塁三塁という場面で甲賀、今日はセカンドゴロと三振、見送ってストライク、頼むよ。ツーストライク、追い込んでいます。打ちました。さあ5球は5球目、膝元、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第2球、これもしかし空振り、これで追い込みました。外れた、ボール、カウントワンボールツーストライク、投げた、縦のスライダー、ボール、わずかに外れました。カウントスライダー、危ねえ、ジョーてか回ってこねえ。メカニクス追加点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で掃除、今日はライトフライ、低めのボール引っ掛けた、掴みました。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。投げた、アウトコース、ボール、カウントワンボールワンストライク、疲れちゃって、投球これから4球目、危ない球、第5球、おっと当ててしまった、クソ、先ほどヒットを放っているテイフ、投げた、スクリーンに送ってストライク、第2球、投げました、あ、ごめんなさいごめんなさい、危ない球、第3球を投げました、見送ってボール、カウントはツーボールワンストライク、投げました、外へ逃げるスライダー、空振り三振、さすが一切回ってこないんだけど、ピンチです。ツーアウトランナー2塁という場面で打った石塚、ボールを取る、アウト、一切回ってこない。最終回を迎えました。先頭バッターは郊外、投げました、ストレート決まってストライク、サンダーフォルトはストライク、第3球を投げました、低め、チャンスゼロって渋いよねこれ。カウントワンボールツーストライク、投げた、低め、ボール球を打った、ファウルグラウンド、キャッチしています。バッターは2番カンレ、今日はここまで、もう俺自走車で打たれてないぞちゃんと。投げた、外角低め、見送ってストライク、投げた、1球外してボール、ギリギリのところ、カウントワンボールツーストライク、逆らわずに右へ、ファルボール、投げた、渾身のストレート、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった、投げた、ボール、誰がホームラン打ったんだよ、投げました、ボール、カウントはツーボールノーサイド、投球は3球目、投げました、低め、サンダーボルト、外れてボール、カウントはスリーボール、見送ってストライク、第5球、投げました、カーブ、見送ってストライク、投げました、サンダーボルト、空振り三振、2者連続三振。さあここは守備を、いや頼む頼む、バッターは代打、違う、第9球、出てなかったのお前、投げました、出ろよ、投球これから2球目、外れた、ボール、カウントは2ボールノーストライクです。投げた、打ちました、ピッチャー返し、うわうわうわ、これでワンアウト、ランナーはありません。スライダー、ボール、マジ怖いこういうの、見送ってボール、カウントはこういうところのメンタルの見せ所だよね。ああバカメンタル弱い、メンタルが弱いね。投げた、痛烈な当たり、ワンバウンドヒットになった。今日元気のない先駆け、第9球打ちました、超えろ、嘘、ランナー3塁へスタートを切った、メカニクス、なおもチャンスが続きます。投げた、直球ストライク、意外とストレート投げるな。第2球、投げた、危ない球、第3球を投げた、いやークソ、第4球を投げました、危ねえ、同点これで、ありがとう。バッターは4番友澤、今日はここまで3打数ノーヒット、投げました、よかったー、よかったー、2人入れといてよかったー、これね、マジでサクッとじゃ無理。さあ来た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 、あー一人だけど28だから買った方がいいよ、ね、うんでちょっとでも稼いで終わろう。はい66、まあ7777いけばまあ9000ぐらいはいくと思うんだけど。さあ焦点にかけ、6番
メカニクス先制のピンチです。ノーアウトランナー、また打てないやつか。稲垣ストライク、インコース厳しいところ、スライダー空振り、バッター追い込まれました。投げました、完全に外れた、ボール、カウントツーボール、ストライク空振り三振。右バッターボックス7番菅原、初球ムービングパスと空振り、タイミング合いません。低め、スローカーブ外れてボール、これは完全なボール球、okay. カウントワンボールワンストライク、三振。おっしゃー、ピンチを連続三振でしのぎます。バッターはピッチャー北斗、第2球北斗晶、危なっ、危なっ、危なっ、危なマジでメカニクス、ここは鬼だこいつ。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で、マジで北斗晶だった。第2球投げました、打ちました、ヒット、ボールは中継、メカニクス点差を2点に縮めました。前も打ってホームラン、こんなパワーはない。第2球投げました、打ちました、いい当たり、ヒットになります。しかしヒットなら打てる、メカニクスさらに1点を返しました。打順は1番、矢部君絶好調だから、チャンスが、バッツが消えてる、三角、お前なんで調子悪いんだ、ずっと。メカニクスさらに1点追加、5対3、頼みます。あっと、いった、オッケー。略後追う展開で迎える5回です。ツーアウトランナー1塁3塁という場面で水谷打ちました、ショート左横、オッケー。さあ、いよいよ9回に入ります。トップバッターは菅原、アウトローを見送ってストライク、素晴らしいボール投げるね。外の球、空振り。ハブラってなんでこっちだとコツ盛り盛りなのにアウトロー、空振り三振、なくなっちゃうんだろう、ね、見事なピッチングです。1球でストレート空振り、バットが空を切りました。ポンペン、ポンペンって打ちました、1、2塁間への当たり、2018とかの方ね、盛り盛りでいいじゃん。魂を込めて投げ込みます。マウンド上は限らず打ちました、切れていきます、ファール、投げた、やばい、間違えた、危ねえ。最後5タック来るかな、5タック来るよね。さあ、まず金ピカ、おっし、第一段階クリア。おい、もう見たらわかるぞ、もう見たらわかるぞこれ。何ブーストしよう。じゃあコンブーストする、コンブーストするしかないよね、コンブーストしますよ。弱っ、いやー最後渋かった、ほんと渋垣結衣だよ、ほんと。どうしましょうね、これ伸びをいただこう。低め、どうしよう、要所バントを封じるやつ、これでまあ多少は抑えれるでしょう。頼む、何もなく終われ。ああもう2点取られてるじゃん。追加点のピンチを迎えました。ツーアウトランナー1塁3塁という場面で沼田、今日はセンターライナーとセカンドフライ、投球これから4球目、ボール、カウント2ボール2ストライクです。インローへ変化球外れたボール、ボールカウント3ボール2ストライク、ダメか、アルボール1塁ランナー自動的にインコース引っ張った、危ねえ、アウト、3アウト、逆転あるかな。ないな、やちょっとそれはきつい、ちょっとそれはきつい。うわ、インロー際どい球、ボール、いいところですが流し打ち、これはヒットになります。打球が転がっている、塚本タイムリーツーベース、メカニクスなおもピンチが続きます。投げた、決まってストライク、さあツーストライクと追い込んだ、もうカウントはワンボールツーストライクです。第5球打ちました、ここがマントルなんだよ。風薙そのままベースに入ってツーアウト、すごい、
阿部ひ、阿部ひばっかな。第4球は外れたボール、カウンター2ボール2ストライク。全然振らん。投げました。ここはフォアボール。食べれてきたな。際どいところでしたがフォアボールです。ランナー2人を置いて迎えるバッターは菅原。上ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。投げました。あ、バカ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 。さようなら経験点。経験点さようなら。うわマジか。400消えた。8000ぐらい。あ、9000いったわ。9000はいったわ。じゃああれ最悪じゃん。最後も乗ってたらじゃあ、まあ、9500ぐらいか。うわー辛い。それは辛い。はい、よいしょ。まあ弱い雑魚ですが9000いったか。まあ SR チケもらえたからいいかな。俺まだ行ってなかったんで。これで9000か。だいぶ更新。3万はいったかな。3万いってないんだこれ。きつーい。いう感じでございました。ちょっとまだ全然点数出ると思うので、はい、今日はこんな感じで終わりたいと思います。はい、ぜひチャンネル登録と高評価いただけると嬉しいです。で、なんかこんなデッキあるよとかおすすめ教えていただけると嬉しいです。はい、皆さんビーズの一日を。バイバイ。